決まったー、ノータイムフリースロー元木、これはなかなか見たことないですね。これは大きなプレーになるかもしれません。はい、もう気持ちがもう僕の中で防戦に勝ったこともなくて、もう高ぶってた状態だったんで、まあ、絶対入るっていう感覚であそこに立ちました。いい、あの攻撃もディフェンスも全然問題ないよ。水だけやっぱり バラスケス、アンダーハンドのパスの動き、そしてチャオシェンちゃん、ここはレイグに当たってボールを取ったのはジクサー東京、そして大きく貸して芝山、後半最初の得点はチームスタート芝山です。これで1点差、17対16。そうですね、豊田剛生のオフェンスがちょっと噛み合ってないですね。その分ジクサーはディフェンスがいいんですよね。相手が、ね、終始リードしている展開かもしれないですけど、まあ、このままやられるなという感じはなかったんですよ。ミーティングしたディフェンスは転向しよう、これを続けようって言ったことができたので、本当になんか僕はすごい今日は納得した試合です。そして元から芝山、このテクニックです。そして田中シュート決まりました。なんていうシュート。そして芝山ワーハンドからの芝山です。芝山は今日これで4点目、24対22、後半だけでは7対7と全くの五分。今苦しいですね。そうですね、今いい取り合いですよ ね。僕がバテても他の人がやってくれるっていう心強い感じがあったので、前半から飛ばしていこうと思う。気持ちの方が勝ったって自分をコントロールすることが、体返しですが小室がつかめると、しかしボールを奪い取るジクサー東京、これはチャンスになる。東長浜得点決まりました。これで1点差、24対23。田中からここもセーブ、甲斐です。これで手元の集計では1900セーブとなります。そして東長浜、東長浜が最後飛び込んでいきました。はい、ジクサーの流れですね、今はね。これで25対24。アバロが抜いていく、そしてアバロの得点でこれで同点です。アバロのカットイン、上がり絵から石田、メモリアルゴールが勝ち越し。原田、残り時間が10秒、そしてシュートに行って、ここは甲斐がセーブしてゴールキーパースローになる。残り5秒4秒、時計が動いている。そしてここで試合終了、令和の名勝負、そうですね、豊田剛生対ジークスター東京は今回もジークスター東京に凱歌が上がりました。27対26、フルタイムです。ここまで本当にこう苦しい試合が続いてて、本当に今日が一番大事な試合だと思ってたので、まあ、勝ったっていうことは今日でしっかり、なんていうんですかね、今日はしっかり喜んで
で明日から満足せずに次の試合っていうのがすごい大事になってくるので、ここからまた練習をしていけるようにやっていきたいと思います。いやもう最高っすね、やっぱり、まあ、あの2年連続あの日本リーグのチャンピオンのトヨタ合成に、まあ、勝てたっていうのはすごい嬉しいことですし、またあの、まあ、日本リーグ開幕してあの、まあ、ディフェンスでの失点っていうのが課題だったんですけど、まあ、そこをうまくあの修正できてあの試合で勝てたっていうのはすごいチームとしても成長したのかなとは思います。まあ、個人的にすごいホッとしたのが正直な感想で、何回かミーティング重ねて、まあ、自分たちが準備したことを本当60分間どんな状況であってもやり抜いたことは、まあ、一番の勝因かなと思うし、誰かが一人だけ言うんじゃなくて、まあ、全員がこう口出してコミュニケーションを取りながら戦いさんが一番の勝因かなと思ってますし、試合前に大渕監督から言われた言葉が、はい、あのまあ、僕自身もあのすごいこうこの試合によりこう強く思いが入った言葉があって、やっぱりこう試合を60分間の中でやっぱりコートに続けてほしい、でやっぱりこう、まあ、僕のスタイルとしては周りをこう鼓舞してチームの雰囲気を上げたり声かけたり、やっぱプレーで引っ張る、でやっぱり体張るポジションなので、まあ、そういうところで上のバックプレーヤーの選手たちがやっぱりこうシュートを決めれるようなアシストをできるのが僕の役目だと思ってるんで、まあ、そういう面でやっぱりコートに続けてほしい、続けてほしいって言ってくれたのはやっぱ僕自身はすごいこう心強かったし、すごく背中をポンとしてくれたような言葉だったので、本当に少しずつかもしれないですけど信頼を得てるのかなと思ってます。これを続けていこうかなというふうに思ってますし、まあ、やっぱり 勝ち負け関係なくやっぱり繰り返しながらチームとして一つになるためにはやっぱり映像を見て話して、で本当にこう細かいところの修正とよりこういいところをもっと強くして、次の試合にまた同じことしてよりプラスプラスに持っていける、まあ、僕が本当働きかけてやるしかないなと思ってるので。35番復帰戦になりました小山哲也。もう怪我治ったら焼肉行こうねって言ってみんなはどう思ってるか分からないんですけど、やっぱ